どうも、今日はね、久しぶりに車です。車の工具。まあ時期的にはちょっと前になるんですけれども、スタッドレスに履き替えるタイミングで、まあタイヤの交換ですね。もうここ数年トルクレンチを使ってるんですけども、改めてトルクレンチいいなと。私の場合は K のカスタム、まあ、K カスタムが遊びの一つになるんですけれども、車が好きな方で、その、なんていうの、まあ、いろんなことあると思うんですけど、いろんなことを自分でやるのが楽しい。自分でやることがその遊びの一つになってる方、まあ僕もそうなんですけども、タイヤ交換も遊びの一つとして楽しめる方にはぜひおすすめです。トルクレンチって言うとね、いろいろそれが実際必要なのかそうじゃないのかっていう、まあ、話も当然あると思うんですよね。私の場合もその過去、まあ、先輩なんかにトルクレンチって必要なんですかねってね、いるわけねえだろうっていうようなことをまあ言われながらずっと、いわゆるテルクレンチっていうんですかね、自分の手の力で十字のレンチを使って手で締めるっていうことをずっとやってきたんですけれども、工具が好きなんで、ある時からやっぱりちょっとトルクレンチ使ってみたいなた時に、こう選択肢としてね、どうしても入ってきてしまうのが、こうスナップオンのトルクレンチでやりたいなと思ったりとかもしたんですけど、高いじゃないですか。トルクレンチいくらだっけ、多分ね、トルク200円でいく。トルクレンチのおそらくこの辺のタイヤ交換40ニュートンメーターから200ぐらい、このぐらいだとして、価格表が別だからめんどくさいんですよね。 QRS もとかか QD、 ああね、49,000だから税込みで5万超えるんですよ。まあいいんですよ、遊びだから。スナップオンの5万円のトルクレンチでタイヤ交換するっていうのも全然遊びの一つとしてはねいいと思うんですけど、ちょっとその時はねまだ使ったことないんで、安いトルクレンチをまず使ってみたいというところで使い始めたのが、アストロプロダクツ2分の1プリセット型トルクレンチ30〜180ニュートンメーターで、これもう何年も経つんですけども、これでだって3,980円で、セールかなんかで1000円引きぐらいで買ってると思うんですよ、その時ね。なので、2,980円、3000円ですよ。10分の1以下ですよね、スナップオンの。で、ずっと使ってるんですけども、多分これが30〜180なんで、多分これで大概の車はいけるんじゃないかなと思います。で、もちろんね、そのスナップオンとか5万円もするようなトルクレンチと比べればね、精度の差っていうのはあると思うんですけど、もう私としてはもうこれで全然十分。これを使う前は手でやってたわけですね、テルクレンチで。でそれよりも、まあ、安心は安心だし、何よりも楽しい。プロがやってるあの音、カコンってこう音がね、とても楽しいですよね。タイヤ交換、本当楽しく遊べる。ということで、ちょっとじゃあやってみます。この車の場合ね、バモスホビオの場合は、締め付けトルク98〜118ニュートンメーター書いてあるんで、私は110で、これでね、設定をしていきます。数字振ってあるメモリ110のところに、この下のを回してって、この0がこの110のこのメモリのところに来るように回してってセットをすると。この後ろがロックになるので、このお尻のところが、これを緩めて110でこうかな。それでここ手でロックかければ大丈夫です。軽く締めて、タイヤが下ろした状態、まあ、締める順番は 1,2,3,4 で対角に締めていきたいんですけど、で、はい、でこれで締めていきたいんですけど、昨日これね、マイクが近すぎて多分音が割れちゃってたんで、ちょっとマイクを離すんで、上、下、左、右の順番に締めていきます。この音で閉まってます。これ110で、これ以上力がかからない。
この1回カコンって言ったらもうそこで110ニュートンで締めてる状態なので、確認のために2回やったらもうそのトルクじゃないんですよっていう、まあそれも正しいと思うんですけど、私の場合はそのお世話になってる先輩の整備士さんは必ず2回やるので、私もその真似をしていつも2回やってます。 OK と。今日ね、春一番的な風が吹いてて聞きにくいかもしれないですけど、タイヤ交換も遊びの一つとして楽しめる方にはぜひ試してもらいたい、このトルクレンチ。いいですけど、これで110、見えるか見えないか、110で合わせて110だ。